レコグニエーションを重視している。これ意味わかんないですよね。認識を重視していると、はい、理想主義者の心をつかむ方法は彼らの内なる人物、演じなければならない社会的な役割の裏にある存在、被らなければならない公然の仮面の背後にあるものを理解していることを示すことです。言い換えれば、彼らを感謝させるためには彼らにあって彼らの世界観に合わせる必要があると。これは簡単なことではなく、それゆえ稀にしか起こらず、彼らは他の人よりも社会の現実によって刺激される役割として誤解され知られていないと感じながら生きていくことが多いです。理想主義者は各人が独自で特別な存在であると信じています。したがって彼らの人物が他者によって知られることは時折しかなくても、彼らにとって非常に重要で喜ばしいことです。理想主義者は自分自身を理想化し、前日のように真の自己や本当の自己を求め続けます。彼らは真の自己をますます具現化することに専念しており、大切な人に認識されることは彼らにとって非常に重要で、それが訪れた時には非常に喜ばしいことです。なんか演じていて、はい、それを知られると嬉しいって書いてありましたね、うん、まあ認識されたいって話じゃないですか恥ずかしいですね、これ書かれると、はい、まさしくやってる感じはしますね、うん、で最後ですね、アスプリングトゥービーアセージ、賢さを志望しているんだと。賢者は理想主義者にとって最も尊敬されるロールモデルであり、世俗的で一時的な懸念を乗り越えようとし、哲学的な人生観を志向しますと。おそらく最も偉大な理想主義者の哲学者であるプラトンは、賢者を真の知恵の愛のものと表現し、彼は形而上学の旅に身を投じており、常に存在を追求する、それが彼の本性ですと。彼は見かけだけでは満足せず進み続けるでしょう。鋭いエッジは鈍くならず、彼の存在の力は衰えることはありません。彼は魂の中の共感的で同質の力によって、あらゆる本質の真の性質の知識を得るまで休むことはありません。そしてその力によって近づき交わり、非常に存在と一体化することで、彼は真に成長し、そしてその時まで苦労をやめません。物質の世界を超越し、そして物質の本質の洞察を得るために感覚を超越する。で、その魂の知識を得るためにエゴを超越する。そして全ての創造物と一体と感じるために、さらには時間を超越する。そして過去の生命や予言の力を感じるためにという、これは賢者の気高い目標であり、理想主義者全ての奥底でこの探求を尊重していますと、はい、言ってることはわかります悟りですか。あるんだなってことですよね。はい、自分が発見できるとは思ってます、はいはいはい、ただ人間なんて一緒だよねは思ってます。あ、どういうことですか。みんな一緒、人間なんて。はい、タイプが違うって言ってるけど、はい、一緒って思ってます。まあ人間ですからね。あ、そういうことじゃなくて。あ、そういうことだと思います。そういうことですか。僕の中ではそういうことですまあタイプってカテゴライズ、ラベルじゃないですか。黒人、白人みたいなもんじゃないですか。ああ、はいはいはい、みたいな感じで、結局欲望とか欲求とか、はいはい、したいことやりたいことって、はい、みんな持ってるよねって。みんな持ってるけど、そのやりたいこととかしたいことが違うって話ですよね。やりたいことしたいことは違うけど、はい、どう感じたいかとか。どう感じたいか、うん、要はその何か感じたいことのためにやるわけですよね。何か気持ちよくなりたいとかのための活動じゃないですか、はい、っていう意味で人間なんて一緒だよねと思ってます。はい、違うのかな。本能の話。あ、本能の話かもしれません。はい、まあ、本能の話で言えば、まあみんな一緒っていうのは分かりますすいません、はい、その他大勢になりたくないっていうことですかね。自己顕示的な、あ、
懸念っていうのは、あ、認識っていうのはそうですかね、うん、それはあると思います。なので自分 SJ もすごいピンとくるんですけど、はい、その所属っていうのだけが違うと、はい、旗を立てんと意味がないと。違うのかな、その所属の中の旗なのかな。そのまあ SJ 的にいくと、またまあ安心安全が欲しいわけじゃないですか。だからこの人はうちの組織はにいなくてはならない人だみたいなことを思ってもらいたいわけですよね。まあそれもでも気持ちいいですよね、隊長にとっても。それが下っ端でもですよ。あ、それは嫌だ。それがなので、まあそこにいることによって、例えば公務員とかそんな感じじゃないですか。定年まで絶対守られるかどうか分からないですけどみたいな、そういうのを求めるみたいな。ちゃんとここで真面目に働いてればクビになることもないし、なんか社長にはなれないかもしれないけど、ずっと給料は安定してもらえるみたいな。あ、だったら市会議員になった方が早いですよね。あれは安定しないか、はい、あれは安定しないです。落ちるかもしれないですもんね。何年に1回か落ちますもんね、はいはい、みたいな所属ですよね。その組織の一員でありたいみたいな。だから歯車でいいんじゃないですか。 SJ は歯車であることがいいんじゃないですか。丈夫でね、はい、絶対壊れないね、うん、はい、自分がいなければその組織回らないレベルのっていう認識なんでしょうね。この辺の認識されたいっていうのは、はい、生き様を見てくれ的な感じもあるんですかねと。あ、それもありそうですよね。ありそうですよね、はい、僕のこと分かってよもありそうじゃないですか。認識してよですよね。あと分かってよってけど、はい、分からないでっていうのを分かってよなんですけどね、はい、はいはい、それは本当の自分が奥にあるんだよって言ってるわけですよねこれ今表面で見せてる僕は全っていうのにラベリングされると、はい、確かに。だから本当の自分をちゃんと見てよメンヘラですね本当に。あ、トムシさんも認識されたいはあると、はい、その他大勢になりたくないもあると、うん、僕もあります。はい、猫松さん、私も含め周りの NF は確かにその大勢になりたくないようですと、はい、ただし特別と認識されたくても積極的に自己顕示はしない印象ですと、はい、あ、それ私はそれですと、まあ、外交と内交はありそうですもんね。あ欲求と欲望は避けて通れない。そうですね、本能は生まれながらに持ってる。で僕はそれを見て多分一緒だって言ってるんでしょうね多分、はい、人間である以上基本的に共通である部分と違う部分があるのはその通りかと。共通点に着目するか相違点に着目するかで世界の見え方が変わりますね、うん、大将どっち見てます。別にどっちを見ろって言われたら本能の話ですかみたいな。ああ、すいませんっていうぐらいの感じの見方です、ね、これもどっちが有利不利があるわけじゃないですねはい、どうしてもなんかねこの2つって良くない癖ですねこれは、はい、まあ、見方の問題ですもんね。確かに人間みんな一緒って言ってもこう肌の色を比べればまあ違うわけじゃないですか。でも能力は違います。一緒ですもんね。脳みそがあって、はい、手があって足があって、はい、そこの筋力の差とかはありますよね。でもそれは本来おかしいですもんねそれって。おかしくはないですよ。遺伝的にはあったりするじゃないですか背の大きい人と小さい人みたいな。ああ、力がある人ない人ね、はい、